細胞老化老化前及び細胞老化後のマウス、繊維目細胞。老化前は防水系の細胞だが、老化後には平坦で大きな形態の細胞になり、細胞分裂を起こさなくなる。細胞老化関連 β ガラクトシダーゼなど、老化マーカー分子の発現も認められる。細胞老化とは、細胞が分裂を停止し、増殖できなくなった状態が不可逆的に引き起こされる、こと。 ゲノムの不安定化などによって引き起こされ、細胞が癌化することを抑制する防御反応であると考えられている。個体の老化になぞらえて名付けられたが、個体老化と細胞老化の直接的な関連については議論が続いている。人の初代培養細胞にヘイフリック限界と呼ばれる分裂回数の制限があることが発見され、細胞老化は競技にはこの限界に達した細胞の 状態を指した。後の研究で生体内の細胞でも自己防御のための積極的な細胞老化が起こることが分かってきた。この現象は未成熟細胞老化と名付けられたが人工的な条件下で起こるヘイフリック限界よりも生物学的な意義が認められ細胞老化が未成熟細胞老化を指す場合もある。未成熟細胞老化は 様々な生物学的ストレスにより引き起こされる。例えばテロメアが短縮すると染色体が不安定になり眼科の原因となる。このため、テロメアの長さを監視する機構があり、一定以上短くなると一時的な細胞老化が誘導される。また DNA の切断が生じた場合も、細胞周期を停止させ細胞分裂が起こらないように、 し、その間に染色体の修復を行う。それでも復旧できなかった場合は不可逆的な細胞老化状態に入るかアポトーシスによって排除されるが、これらの機構を逃れた細胞は癌化する。このように細胞老化の多くの原因は DNA 損傷によって誘導される。DNA 損傷は放射線や変異、腹、酸化ストレスによって引き起こされる。ありがとうございます。